マーレルに兼用できるようになる。どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、ということでね、本日は東京は豊島区大塚にやってまいりました。なんとこちらの大塚にですね、自国ラーメンというね、激辛ラーメンがあるということで、本日私足を伸ばしてやってまいりました。辛さレベルが選べるということで、一応ね、1丁目からマックス50丁目まで一応ね、限度であるらしいんですけども、本日はマックスの50丁目に挑戦していきたいかなと思っております。本日のお店がこちらです。ドン、透明棒大塚店になります。こちらね、こう地獄ラーメンも一応人気メニューでして、名物地獄ラーメンということでね、どんなものの辛さなのか非常に楽しみでございます。早速中に入っていきましょう。レッツゴー。すいません、50丁目お願いします。これ食べれます。いや、ひどくじフライ食べれます。いただきます。さあ、地獄ラーメン50丁目、お手並み拝見ですよということで。さあ、まずはね、この真っ赤に染まるスープを作っていきましょう。いただきます。すごいね、唐辛子濃度が濃いね。50杯も入ってますから。野菜はシャキシャキ、ものすごい破壊力だ。もう麺が真っ赤っかですよ。結構量も多いですね。普通のラーメンの 1.5 倍ぐらいありますね。具材はもやし、人参、キャベツ、コーン、いろいろ入ってますけども、全部の具材が真っ赤に染まっております。このチャーシュー分厚いですね。ジューシー。まさに唐辛子テロ、スパイステロ。ギネスに登録されるような唐辛子を使ってるわけではないんですけども、これだけね、大量の唐辛子が入ったらね、これは辛いですよ。これはこれ。これはえぐい。これは地獄だ。ほら。
回ぐらい行けるの全部中期の全部やってるんだよ。いや、そうなんだよ。13と02と06と10年の制作するすごく、あれは発生だよ。ああ、例のまあのルートを作ったんですけど、もう一度作ったんだけど、なんでこんなことやってるの。残すとこのスープのみとなりました。見てください、この唐辛子テロ。うわー、強烈。うわ、うん、同じレベルなんですよね。それはいいですか。これは僕の試験なんで、もうあのやっちゃいけないのは分かりますけど、わざわざそんなんで、これが何十人みたいな、もちろん分かります。でも、亡くなった人と、それと、100個超え10人、あっさりでも、これはやめないんですよ。逃げ道はない。だから俺、逃げ道探してるんですよ。ごちそうさまでした。ご覧の通り、お店の最高レベルの辛さ50丁目見事クリアしたということでね、激辛認定証をいただきました。辛かった、辛さレベル9、まさにね、地獄ラーメンというね、その名にふさわしいラーメンかなと思うんでね、ぜひ皆さんこの激辛認定証をね目指して皆さん来てみてはいかがでしょうか。ということでね、本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。動画設定の動画の通知設定の方もね、ぜひオンにしていただけるとね、僕の動画が更新した時ピュッと通知が来ますんで、ぜひ、オンの方よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。